ユアグラムのアイブロウパウダー A01 番の一番下の色と下から2番目の色を混ぜてチップで目尻からのせていきます。下から2番目の色をブラシでふんわりとのせていきます。眉頭に淡い色を持ってくることによって抜け感を演出することができますので、基本的に眉尻は暗い色、眉頭には明るい色を皆さん使ってください。眉頭は上にちょっと立たせるようなイメージで毛流れに沿って後ろにこう流していくような感じですね。左の段の一番上のカラーですね、こちらを上まぶたは指で塗って下まぶたには筆でのせていきます。ちょっとピンクベージュみたいなお色ですかね。馴染みがすごいいいお色になります。続いて左の段の2番目のピンクカラーを二重幅より少し上まで塗っていきます。下まぶたの目尻から3分の2くらいまで先ほど使った同じ色ですね、同じシャドウをのせていきます。目頭には入れないっていう感じですね。アイシャドウ全体を縦グラデにつなげていくために、目尻側ですねを少しこう濃いめにアイシャドウを足していきます。左の段の一番下を細いチップにとって目の際にラインを引くようにのせていきます。下まぶたの目尻3分の1までチップでのせていきます。でちょっと垂れ目っぽく入れていきます。ロングマスカラに関してはジグザグさせるっていうよりも上にこうスーって伸ばすような感覚で塗っていただくと結構伸びます。頬の高いところに丸くセザンヌのナチュラルチーク N12 番を入れていきます。セザンヌのラスティンググロスリップ201を塗っていきます。最初になんかちょっと失敗しないようにセザンヌの各二重ライナーでここみたいなのを描いていきます。でその上にブラウン系のライナーを使ってほくろを足していきます。選ぶカラーのチョイスなんですけど、そのもともと自分にあるほくろの色に合わせてライナーを選んだ方がいいので、ちょっと色素薄い系の方はもっと明るいブラウンだったりとかにしていただくといいかなと思います。インテグレートのアイブロウペンシル NBR641 で全体的に平行眉になるように目尻側を濃く、目頭側を薄く描いていきます。スクリューブラシで溶かしていきます。右上のカラーを上下のアイホールにのせていきます。上は指でこう広げていって、で下はチップで入れていただきます。全体に入れる感じ。左下の色を二重幅の黒目の上から目尻にかけてのせていきます。これね、すごい人気で使いやすい色が結構並んでるから、うん、捨て色がないですね。そう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 。ドリーウィンクのカスタムシャドウ W20 番モカブラウンの下の濃い色ですね、上まぶたの目尻と下まぶたの三角ゾーンに垂れ目を意識してのせていきます。どんどん外側が濃くなるというか、そういうイメージで入れていっていただけるとありやすいかと思います。切れ長になるように目に沿ってスッと引いていくようなイメージです。
ヌのナチュラルチーク N17 番を頬骨に沿って入れていきます。サンメイクのメルティルミナスルージュ T04 を全体に塗っていきます。わあ綺麗な色。これプチプラだと思えない。なんかえ、すごい可愛いですね。可愛い色ですよね。これ最後に顎にほくろを描いていきます。その上をブラウン系のライナーでしっかり目に描いていきます。眉尻に向かって少し斜めに上がるように全体を描いていきます。斜めに描いていくようなイメージでスクリューブラシで溶かしていきます。眉頭を中心に溶かしてください。次がマジョリカマジョルカ茶道カスタマイズ OR481 をこちら上下のアイホールに入れていきます。シーチャンネルアワードをね、撮ったやつなんですけど、ラメが程よくないですか？あんまりこう主張しすぎてなくて、うんうん、そうですね、発色がいいです、うん、すごい。目尻側が濃くなるように二重幅に重ね塗りをしていきます。筆でしっかり目に取ってトントントンってのせると同じアイシャドウでもグラデーションを作ることができます、うんうん、右側のゴールドのカラーを黒目の上と下に指でポンポンとのせていきます。塗り広げすぎちゃうと全部にいっちゃうので軽くぼかすみたいな。すごい華やかになりますね。やっぱオレンジとゴールドはすごく相性がいいので、うん、ぜひもし皆さんお持ちだったら組み合わせてみてください。目尻を跳ね上げるように引いていきます。で目頭から描いていくんですけれども、筆をちょっと立てていただくと毛先がちょっと立つので細いラインが描きやすくなったりします。目尻ですね、しっかりめにこう跳ね上げラインを作っていくときは若干筆を寝かせてもらうと引きやすかったりします。下まつげもしっかりめに塗ることがポイントになっております、うん。鼻にちょんちょんってのせていきます。一気に鼻が、はい、高く見えますね。高く見えますよね。セダンのラスティングリップカラー N406 を全体に塗っていきます。チャイナって感じしますね、うん、中国メイクみたいになりそう。チャイ、ね、中国メイクっぽいですね。お鼻にほくろがある人って金運アップなんですって。だからゴールドメイクと組み合わせるといいらしいですよ。で金運アップのためにほくろ描くのっていいんですよね、津田さん、ね、いいんですって。もうここぞという日、ぜひ、そうですね、金運アップしたい日にぜひ入れてみてください。